ボンジョルガトゥース、皆さんこんにちは、今日はパリで私が一番大好きな、モニュメント、じゃじゃーん、はーい、オペラ座オペラガルニエ宮に来ています。はい、このオペラガルニエ宮、パリにはオペラ座2つありますけれども、実際にオペラの上演をしているのはバスチーユというところにある1989年に作られた、オペラ座の方なんですね。こちらのオペラガルニエ宮ではほぼですね、あのバレエの上演が行われます。で、1875年に完成しましたけれども、でこのオペラ座を作らせたのがナポレオン3世という人です。このファサードに、はい、Nという字が見えます。ナポレオンの N ですね。 E というのは、皇妃のユージェニーさんの頭文字です。はい、正面ね、とっても華やかな作りになってます。著名な、作曲家たちですね、中心にモーツァルトと、ベートーベンがおりますけれども、こちらが正面の入り口なんですが、これからですね、中入っていきますけれども、中の見学をするときにはこの正面入り口ではなく、向かって、左側の方の道を入っていきます。でこの正面で見どころというのがありましてですね、これが、はい、カルポーというですね、19世紀を代表する彫刻家の作品なんですね。当時ものすごい批判を浴びました。というのも、裸の女性たちがどんちゃん騒ぎをしているハレンチだということでですね、ペンキをこうバッとかけられたりしましてね、非常に非難を浴びたんです。他のね、彫刻と確かに比べてみると、他の彫刻はちょっとこうアカデミックな感じがするんですけれども、ひときわこのカルポーの作品だけ笑顔がね、ありますね。すごく楽しそうな感じがする。これが当時の人にとってはハレンチだったわけですね。ということで、本物の方はオルセー美術館にあります。でこのコピーを作ったのが有名なジャンポール・ベルモントというね、俳優のお父さん彫刻家でした。彼が作ったものです。はい、では見学の入り口にこれから向かいます。はい、このオペラ座の正面の左側を入っていくと、はい、こんな立派なね、柱がありますね。船、見学の入り口はこちらですね、スクリーブ通りというところが後ろ通っています。こちらまっすぐ行くとサンラザール駅ですね。1837年から鉄道が走り始めたパリ最初の駅のサンラザール駅が後ろにあります。でこの入り口から入っていくんですが、この入り口には、はい、和紙がいますね。和紙というのは皇帝のシンボルですというお話をルーブルでしたんですが、これはナポレオンではなく、ナポレオンの甥っ子のナポレオン3世が入るための専用の入り口だったということなんですね。このこうですね、馬車でパカパカと乗って、そのまま中に入ることができるという皇帝専用の入り口、そして皇妃専用の入り口というのがありました。というのも、このオペラ座、ここに作った理由というのはですね、ナポレオン3世一度オペラの観劇に行くときに暗殺されそうになっているので、ね、治安が悪いこのパリ、安心してオペラ観劇に行けるようにということで、ルーブルからまっすぐ来られるこの位置に作られたわけです。はい、入る前にこのオペラ座を設計した方がこの方です。シャルル・ガルニエさんね。はい、35歳かな。もう新人で、ね、コンクールに
かった時には誰だそれっていうふうに、ね、言われたぐらい本当に若い人だったんですけれども、誰も知らない無名 の建築家でした、ね、で彼が作らせたということでガルニエ宮と呼ばれています。では中入っていきます。こちらのホールというのは当時の、まあ、ブルジョアジーのお金持ちの方々ですね、年間契約をした人たちというのがいたんです。で年間契約をした方々はここから入ってきました。でここに、はい、鏡があります。こうやって鏡で自分のドレスですね、容姿をこうちゃんとチェックするんですね、まずね。でここ円形のホールになってるんですけれども、実はこれだんだんとこの円形ホールが大きくなっていくんですね。この真上にあの有名なシャガールの天井画がある円形ホール、つまり劇場があります。そしてこの下ですね、地下にも同じような円形のホールがあります。これがですね、ずっと上まで行くと、屋根ですね、外の屋根のあの丸みですねになっていくわけです。外のですね、円形になっているこうあの屋根の部分なんですが、あれは実は皇帝の冠の形をしています。はい、でこのホールに来たらまずご覧いただきたいのはこちらですね。はい、実はこのアラベスクのようなこの模様になっているとこなんですが、シャルル・ガルニエさんね、自分のサインをここに隠してるんです。シャルル・ガルニエ1861から1875というね、工事開始の年、そして完成した年というのが彫られていますが、見えますでしょうか。はい、チケットコントロールを終えて入ってくると、このピティの泉がありますね。ここにあの水が張られていたんですけどもね、ピティというのは音楽芸術の神様アポロン、このオペラ座のあらゆるところにいますけれども、このアポロンの神託というのをですね、こう伝えるための役割ですね、神託を伝える女神、これはピティです。はい、でこの泉があるところなんですが、二手に階段、右と左に階段がありますが、両方にこうやって鏡があります。この鏡で身だしなみチェック、最終的なチェックをしてからこの階段を上がって、はい、行きますよ。はい、身だしなみチェックをした後、ここを登っていきます。はい、この階段を登るとこれですね、舞台に上がるような感じですね。お芝居を見に来るところでもあるんですが、自分が舞台のこう、ね、主役になったような気分でこの舞台に入ってくるわけです。すごい、誰もいないね。はい、オペラの観劇に来るという目的よりも、実は自分を見てもらいに来るというね、社交界の舞台なんです。なので実は観客席、観劇をする舞台よりもこの、舞台に入る前ですね、このフワイエですね、こちらの方が実は大きいんです。今誰もいません。普段はね、ここすごい人で、写真撮るのも一苦労なんですけど、はい、ちょっとあんな写真撮ろう誰もいない、はい、でこのオペラ座の、私何が好きかっていうと、こう白昼夢を見ているかのようなこの幻想的な風景
幻想的なこの雰囲気が大好きです。本当に19世紀の世界に迷い込んできたかのような、タイムスリップしたような気分になるんですね。本当に素敵で、多分日中でも日の光が入ってこない、で人工的な照明で照らされているのが、なんだかこの幻想的な雰囲気を出している理由なのかなと思うんですが、でこの照明も当時、作られた当時は、ガス灯でしたね。でもガス灯というのも火事がね頻繁に起こって、ここのそばにあった劇場も火事で焼けて大変な悲劇になってますのでね、6年間ガス灯だったんですけども、その後電気になりました。でこちらにですね、実は面白いものあります。これね、はい、これ人影です。この人影、なんでこんなところにあるのか。これね、ガス灯のこれ管なんですね。で人影って火を飲むので、ね、火を消してくれるということで、火事にならないようにという、おまじないのような意味もありました。はい。なんといってもこのオペラガルニエ座の美しさ、こちらの大階段ですね。この大階段は、本当にヨーロッパ中の建築のモデルになりました。で、ここの作り方なんですけれども、本当にね、舞台に上がっていくような、登っていくような気分なんですね。でバルコニーがあるの分かりますか。この周りずっとぐるーっとバルコニーが囲んでいます。つまりこの大階段が舞台で、このバルコニーが観客席でもあるわけですね。だから綺麗に着飾った婦人たちがこの階段を上がっていくね。それを紳士たちが品定めをするわけですね。はい、そしてこの美しい大理石をご覧ください。24種類でしたかね、の色とりどりの、イタリアからフランス各地、そしてスウェーデンなんかからもですね、大理石を取り寄せています。もうこんなね豪華な建物作れないって聞きましたけれどもね、現在の、お金の価値にして450億円、総工費450億円だそうです。はい、そしてまずこちらの入り口が浴槽のような形をしているベニョワというところ、そしてオーケストラの席に入ることができます。でこの正面にいるたくましい2人の女神様ですが、はい、左の方が剣を持ってますね。で仮面があります。これが悲劇を表します。で、こちらの女神様は琴持ってますね。これは音楽とかね、あと喜劇を表します。で、このブロンズの女神様なんですけれども、大理石も使ってますね。この彫刻家にね、シャルル・ガルニエはもう悪趣味でもいいからとにかく派手なものをって言ったそうですよ。彼のね目標としたものはとにかく派手、ね、華やかであること、趣味がいいか悪いかじゃなくてとにかく派手な内装にするということを目標にしたんですね。なので確かにですね、こう理性を良しとする、理性のある建築だとか装飾を良しとするフランス的な装飾ですね、からするとごっちゃごちゃしていて、
趣味がある薬趣味だなんていうふうにも言われましたけれども、で、注文をしたナポレオン3世の奥さんですね、ユージェニーさんが、これはバロックでもないしフランス古典でもないし何様式なのかしらってね言ったら、シャルル・ガルニエさんがいやいやこれはナポレオン3世様式ですよっていうふうに答えたそうです。